浅川雅之は、日本のフィールドホッケー選手。1932年ロサンゼルスオリンピックで、日本代表チームの主将を務めた。1926年慶應義塾大学卒業。1932年、ロサンゼルスオリンピックで初めて派遣された日本代表ホッケーチームに参加、主将を務めた。日本のオリンピック出場が決まったのは、開幕4ヶ月前の1932年4月で、チーム結成が5月末、準備期間が1ヶ月という慌ただしいチーム編成であった。チームは大学生中心で、有力選手も地図の事情で選出できないという状況のもと、会社員であった浅川は反対を振り切って参加したという。ロサンゼルスオリンピックは世界恐慌の影響に加え、ヨーロッパからは開催地が遠方であったため、参加選手数は前回アムステルダム大会から半減するという状況にあった。特にフィールドホッケーは派遣費用がかかることもあって、欧州諸国は参加せず、参加国は3カ国であった。日本はインドには 1-11 で敗れたもののアメリカに 9-2 で勝利し、2位を獲得した。この大会でのフィールドホッケー銀メダルは、日本がオリンピックの団体競技で初めて獲得したメダルである。ありがとうございます。